ジョシュア・ダグラス・ジェームズ・ネイラーは、カナダのオンタリオ州、ミシサガ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のクリーブランド・インディアンス所属。実定は同じくプロ野球選手のボーネイラー。2015年の MLB ドラフト一巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、7月2日に契約を結んで、プロ入りを果たした。同年は7月3日に、 参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズへ配属された。25試合に出場して、打率327、1本塁打、16打点を記録した。8月11日には、オーストラリア・カナダフレンドリーシリーズ2015のカナダ代表に選出された。8月24日に、同年の WBSCU-18、ワールドカップのカナダ代表に選出された。 同大会では、大会最多の3本の本塁打を記録し、ベストナインに選出された。2016年4月4日に、A 級グリーンズボログラスホッパーズへ配属され、開幕を迎えた。6月3日に、ストーンギャレットにナイフを用いたいたずらで親指を負傷させてしまった。6月7日に、同年のサウスアトランティックリーグオールスターゲームに選出された。また、 同じカナダ出身のタイラー・オニールと共にオールスター、フューチャーズゲームにも選出された。A 級グリーンズボロでは89試合に出場し、打率、269、9本塁打、54打点、92安打を記録した。サンディエゴ・パドレス時代2016年7月29日に、アンドリュー・キャッシュナー、コリン・レイ、タイロン・ゲレーロとのトレードで、ジャレット・コザーと、 カーター・ギャップス、ルイス・カスティーヨと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。同日中に、参加の A 級レイクエル・シノア・ストームへ配属された。33試合に出場して打率25、252、3本塁打、21打点、35五安打を記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のカナダ代表に選出された。 代表は3月12日のアメリカ合衆国戦で敗戦し3連敗となり次大会は予選からの参加となったシーズンでは AAQ レイクエルシノアと AAQ サンアントニーをミッションズでプレーし2球団合計で114試合に出場して打率280、10本塁打、64打点9盗塁を記録した6月29日には 同じカナダ出身のカルクアントリル、マイク・ソロカと共に、オールスター・フューチャーズ・ゲームの世界選抜に2年連続で選出された。オフにはアリゾナ・フォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2018年は AQ サンアントニオでプレーし、128試合に出場して打率、297、17本塁打、74打点、5盗塁を記録した。 2019年の開幕は、トリプル a 級エルパソチワーズで迎え、5月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のトロントブルージェイズ戦にて、7番指名打者で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは94試合に出場して打率、249、8本塁打、32打点、1盗塁を記録した。 2020年8月31日にマイク・クレビンジャー、クレッグ・アレントンのトレードで、オースティン・ヘッジス、カルク・アントリル、ガブリエル・アリアス、オーウェン・ミラー、ジョーイ・カンティーヨと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。ありがとうございます。